皆さんこんにちは、イージー&ナイスの脇です。この前ですね、このサンボックスというロシアのソフトを使って、ディレイの簡単な使い方を、やったんですけども、意外と評判が良かったので気を良くしてですね、今回もちょっとこのサンボックスの使い方やっていこうかなと思います。サンボックスね、使い方、その本家のサイト見てもらえばいっぱい動画上がってますんでね、実はそんな僕やらなくてもいいっちゃいいんですけど、日本語のものっていうことでね、あんまりないっていう部分もありますので、ちょっと簡単にやっていこうかなと思います。今ですね、ちょっとこうパターンやってましたけども、大雑把に見るとですね、ここにこの前、モジュールをつないだのももうちょっと複雑な感じの形になってまして、ここアウトプットですよね。ここに向かって今いろんな方から音が出てて、それがこう集まってここから出ているよということで、実はですね、スペクトログラフみたいなのもあって、これ見ると周波数成分なんかもね、見れたりします。でこう下の方にパターンが並べてあって、でこのパターンの、中身のデータがここにこう見えているということですね。ここに、パターンの音符に相当する部分ですねができていると。でそれから、この、まあ、これちょっと隠しますね。このモジュールの各、パラメーターが、この前もちょっと言いましたけど、こっち側に出てるということです。一回ちょっとこれ消しますね。はい、これでちょっと今、イニシャライズされまして、アウトプットだけになりましたと。で、空のパターンが1個あって、今何にも入ってませんよということですね。でこの前ちょっとディレイを使って、あとジェネレーターでしたっけね。ジェネレーターを出して、まあ、こんな風につないでね、音出してみましたけども、今日はですね、これに加えて他にどんな、音源があるのかっていうのをお見せしていこうかなと思います。まずジェネレーターに非常に近いものとして、アナログジェネレーターっていうのがありますね。でこれは何かっていうと、ジェネレーターは本当にこれも基本的なものしか入ってないんですけど、アナログジェネレーターは、フィルターとかね、ついてまして、これ自体がもうほとんど1個のアナログシンセの役割を果たしてますんで、こっちの方がまあより複雑な音作りができますよということですね。まあジェネレーターは本当に簡易なものなので、簡単にパパッとやりたい時とかね、それからあとでちょっとまた言いますけど、FM 変調なんかも実はこれできるんで、そういう時以外はまあ大体このアナログジェネレーター使っておけば大体問題ないかなっていう感じですね。それから、FM シンセですね。FM シンセ。昔ヤマハの DX7 とかありましたけども、まあ、あれの非常にこう簡単バージョンという感じで、2オペレーターのね、非常にシンプルな、FM 合成のできるシンセです。それから、ドラムシンセなんてなりますね。これはいわゆるドラムマシンの音がいろいろ出るようなやつですね。中見るとキック、ベースドラム、それからハイハット、スネアと
一応出るようになってます。で、まあ、それぞれの音はちょっと変えられるようになってますね。でそれから、スペクトラボイスっていうのがありますね。これはあの加算合成のシンセですね。またちょっと後で説明していきます。それから、サンプラー。まあ、サンプラーさえあればね、とりあえず、どんな音でも出ますんで、一応これがあるっていうことが、非常にまあ、このモジュールシステムの安心感を、僕なんか感じてますけどもね。じゃあ、ちょっとそれぞれの音出していきますかね。まずじゃあ、アナログジェネレーターですね。これはだから、まあ、ジェネレーターに非常に近いんですけども、フィルターが入ってます。でフィルターが入ってるんで、これをですね、ちょっと分かりやすくするために、ちょっと波形変えちゃいますね。ノコギリ波に今変えました。ね、今、ノコギリ波になってます。でノコギリ波だと、フィルターのかかり具合がより分かりやすいんで、まあこんな感じでね、まあこもった音にしたり、よりこうきらびやかな音にしたりとかいうことができます。でもちろんレゾナンスもついてますんでね、まあこんな感じで、いろんな音作りができますよということですね。それから波形自体もね、さっきちょっと変えたように、トライアングル、三角波、それからノコギリ波ですね。あと、スクエア波、スクエア波は四角いこういう波形なんですけども、デューティーサイクルを変えられますんで、これちょっと絵は変わってこないですけど、実際はここの四角の、割合が変わるんで、音が変わるということですね。まあこんな感じでね、いろんな音が出ますよと。それから、ノイズ。ホワイトノイズですね。それから、ダーティーっていうのがあって、これは何かというと、こっちの下のところにですね、今波形みたいなのがこう、出てますけども、まあ簡易なこう、ドローイング機能ですね、がありまして、これを使って、ある程度いろんな音が手書きで出せるということで、まあ手書きって言ってもね、このビット数が非常に、ビット数というか、周波数のレートが非常に荒いんで、どっちにしてもそんなになんていうか、荒っぽい音しか出ないです。まあそれをもってダーティーっていう名前になってるんだと思うんですね。昔のファミコンの音なんかは、まあ多分こういうもので波形作ってたんだと思いますね。それから、サイン波。このサンボックスのサイン波、すごい綺麗な音だと僕思うんですけども、まあ、これさえあればね、ご飯3杯ぐらいいけるっていう人は多いんじゃないでしょうか。非常に綺麗なサイン波ですよね。それから、他に H サインっていうのがあって、これもちょっとよく分かりにくいんですけども、サイン波の下の方をね、カットして、やってる音ですね。まあちょっとオルガン的な感じの音ですよね。それから、
A サインと。A サインっていうのは、まあ、波形見る限りではやっぱ下の部分を、整流して、こっち側に持ってきてると。下ボコってなってるの、上にボコっとなってした波形ですね。それからまあこんなもんですかね。というふうに、まあ、いろんな波形が入ってますと。で、あとはフィルターとかで加工して音作りをする。それからもちろんあのね、音の立ち上がりとかそういうのも変えられますんで、柔らかい音とかね、柔らかくこう、まあ、ストリングスみたいにこう立ち上がってくる音とか、あとは余韻がこう残る音とかね、そんなのもまあできますし、あとですね、フリケンシー2っていうパラメーターがあって、これのおかげであの、まあ、デチューン的なね音も出ます。これちょっとずらしてやるとコーラスっぽい音が出ますね。それから、これを例えばギュッと下げてやると、もうちょっとかな、こうオクターブぐらい変えてやったりとかもできるんで、厚みのある音も出せるということで、このアナログジェネレーターさえあれば、アナログ申請的な音は一応カバーできますよということですね。から FM 申請と、まあこれはね、あの2オペレーターなんでそんなに期待しないでください。今ちょっと FM ブラスみたいな音出てますね。まあこれはでもね、使い方によるんですけども、非常にうまく使うと、これはあのアナログジェネレーターにちょっと飽きた時とかにね、あのキャラクターの違う音が出せるんで、非常にまあある意味重宝しますね。まあ例えばですけども、ベース的な音とかね、まあサイン波からちょっとだけ変調したような音とか出すときは非常にこうクリーンで綺麗な音出ますし、まあ LP 的な音も出ますんでね。あとまあやりようによってはね、これいくつか組み合わせれば、DX7 的な音も出ないことはないですけど、まあ私はあんまやんないですけど。それからドラムシンセですね。ドラムシンセは、さっきも言ったようにキックの音とハイハットの音とスネアの音が入ってますと。ただしこれ本当にあのまあチープな音しか出ません。使い方によってはね、うまく使うとかっこいい音も出ますけども、あんまりこれ期待しすぎないでくださいね。ドラムでもし本当に今風のというかかっこいい音出したかったら、多分サンプラー使った方がいいんじゃないかなと思います。ただまあ基本的なあのリズムの構造をまず作りたいっていう時に、これでとりあえず仮であのドラムの音とか入れてやるとね、あの曲作りがしやすかったりとか、まあそういうところはありますね。あとは、サンプラーですね。まあ、サンプラーがあればね、とりあえず一通り何でもできるんで、ここにロードっていうのがありますけども、なんかロードし、音源をね、ロードしてあげます。ちょっとわかりにくいですかね。まあこんな感じで何でもロードしてやれば、いろんな音が出ますんで、これはこれで、非常に
模試モジュールですね。あと最後にこのスペクトラボイスっていうのがあってですね、これが非常に謎のシンセなんですけども、まあ、基本的には加算合成のシンセですね。昔の河合のシンセみたいなやつですかね。はっきり言ってこの動作システムを私はあまりよく理解してないです。下の方にね、このハーモニックとか、ハーモニックフリケンシーとかがあって、これでまあ、基本のそのまあ、周波数に対してどれだけこう、倍音を加算していくかっていうのが一応できるんですけども、まあ、いつも結構ランダムな感じの音が出てくるんで、まあ、ちょっと幻想的な音とかね、作るときには結構便利です。というわけでですね、まあ、大体一通り、サンボックスのモジュールの、説明をしましたんで、まあ、この辺を組み合わせてね、音を作っていけば、一通り大体のことはできるという、非常に優れもののソフトですので、皆さんぜひ、遊んでみていただければなと思います。以上でした。どうもありがとうございます。